ここテラスハウスで合ってます？テクノです。あ、テクノ。ここテラ、僕テラスハウスって思って来たんですけど、なんか来てみたら結構変な人ばっかり。あ、ごめんなさい、ちょっと口が上の。はい。ちょっと変わった。かぶった、かぶった。あ、かぶりました、かぶりました。変わった方が、すごい、多いなと思って。あれテラスハウスで応募されました？で、応募しましたけど、うん。そうなんですね。恋をしに来たんですよね、大体。そうで、僕は死ぬほどの恋をしに来たんですよ。ちょっと女の子がいないと。ああ。はい。ああ、すごい。知ってます？ああ。全然知らなかった。あ、知らなかった。あ、僕は俳優で知ってそうだった。あ、知ってそうで知らなかった。あ、惜しかったですね、結構。あ、結構惜しかったです。知ってそうで知らないなって思ってた、ずっと。職業は、なんか。俳優。おお、どういったドラマとか？結構まだあんまりエキストラとかでしか、いや、もう言えないぐらいエキストラとかでしか出てないんですけど、僕でも一番長く出たやつ、ギルティ侍っていう。ギルティ侍、ギルティ侍知ってます？土曜20あ、ドラマ。そうです。土日土日です。あー、やべー、待って作った。俺がそれ見たかったのに。あいてー。あー、くそー。ドミやった。ああ、ドミの、まあ、エキストラ。何やるんですか？ケンペ役で。ケンペ…ケンペ？ケンペ…ケンペ…ケンペ…ケンペイって分かる？ケンペイってなんですか？進撃の巨人とかでも出てくるじゃないですか。あれと一緒なんですけど。あー、ケンペイ作ってますね、今それ。だからふくらはぎを。あ、スヌーピーの。スヌーピーのミニ。あ、そんな太いんですね。太いっすね。なんか細いんすね。あ、足、あ、卵、なんか。え、ここどこっすか？ここどこっすか？これちょっと膝こそなんですけど、水玉ってスヌーピーって最近。あー。水たまり小僧ですね。もしくは、ああ、そうですね。まだでも初めて2週間ですもんね。そうですね。まあでも結構やっぱ風貌から変えるっていうのも大事ですよね。結構足長いですね。足長、結構長め。レベル4ぐらいなんで。4。はい。レベルがあるんですか。スヌーピー。マックスはどのぐらいですか。8。8。あ、そんなのあるんだ。テクノさんは何やられてるんですか？AI 関係のエンジニア。ああ、エンジニアです。めっちゃ、なんかすごいですね。すごい、ギャップがなんか。すごい。なんか、カリポッターに似てるとか言われません？ああ、絶対言われないですね。あ、言われないですか？絶対言われないですね。それは、ちょっと怒ります。おこですか？おこ。あ、おこですか？それはちょっと良くないと思う。あ、良くない。うん。すみません。良くないと思う。それは。あ。ちょっと待ってよ。それは卑怯やろ。それは卑怯やろ。え、これは何やね。仕込んどるやん。こいつマジで。なんだよもう。お茶とか飲みません？お茶飲みます？飲みましょう。どんだけ持ってきてるんですか、ちょっと。もうやめて。でも、リアルに取り、ねえ、仕掛けた。なんで腐ったんやで、それ。なんで腐ったんやで、それ。それは一本でやってます仕事。ああ、いや、まだ毎年ないです。バイト、何倍してるの？あの、ラーメン屋さん。ラーメン屋さん。あ、僕 LA から実は来たんですよ。ああ、どこでバイトで、まあ、ラーメン屋さん行って。レベルアップルですかね。そうです、レベルアップルです。あ、取りました。アップルですか？レベルアップルです。レベルアップル。あら、レベルアップル。あ、結構レベルアップル。あ、やっぱ本物、本番は違うんですよね。ちょっと僕まだちょっと勉強して。レベルアップル。
つですかね。テクノ感がすごい。テクノ感がすごいですね。結構リズムとかのもの。ああ、テクノ感がすごいですね。テクノ感が。あ。自分で言った自分で言いましたやばいやばい今のもうもうやばそこだやばい、はあ、自分で仕掛けてこうなると思ったなんかさっきからこれなんすかなんか見たことありそうなそれなんすかこれはなんなんでしょうね。なんか、なんだろう。お、はあ、はあ、細かいタッチが細かい。これもちろんコラボ？コラボ作品ですね。あ、タイトルは？テクノの赴くままにです。テクノの赴くままに。まあテクノが結構今自由奔放ですからね。あ、ごめんなさい。何さんでしたっけ？畠山雄二ですね。いや、違うんですけど、ケントは下の名前で森。いや、今ロンドンにちょっと住んでて、ロンドンで養子に僕入って。ああ、そうですね。キャサリンって言います。キャサリン・ケント。キャサリン・ケント KK ですね。なんか有名人にいませんですって。え、有名ですか、もしかして。まあ、ロンドンでは結構ポスターとか貼られて、なんか見たことあるかもしれない。おすごい。なんか出そう。すごい。本場の技を。あ、それ生で見えたら感激ですね。生しぽしぽですね。これで、まずはわず。もうやだ、なんでの、なんで。ちょっと、なんか、でも、名前何さんでしたっけ。あ、大使です。大使さん。大使さんなんか、俳優されてるんですか。俳優の大使。世界一の恋がしたい。死ぬほどの恋がしたい。世界一の恋がしたい。死ぬほどの恋がしたい。あ、世界一の恋がしたい。死ぬほどの恋。ああ、はい。世界一。なんか、マイテラスハウス出ました。実はハワイ編に出てて。おお。なんか振ってましたよね。そうです。なんか、あれないですか。こう、そういうシーンで今までやった中で一番自分の盾みたいな。そう。あ、じゃあちょっと切られる役やってください。これ盾にして。その盾じゃなくて。それをじゃあ盾にして。え、切られるんですよね。まあやっぱり切られる側ですよね。それは盾にしたい。ちょっとね、和の役って結構海外で需要あるんでやらせてもらってます。はっ、おい、はい、はい、はい、えい。まあ、僕やられる役なんで。やられる役が多いんですね。まあやられる役の難しいんですよ、実は。やる方はやっぱこう子供のものやるじゃないですか。やられる方は子供のもの。子供もできるじゃないですか。子供のもの。感じでやってない。言ってそうか。
いやいや、飲みました。え、いますよね。本当です。なんか、え、見えるんですか。あ、見えます、見えます。あ、マジですか。え、な、どこにいます。お、なんか唇が。それ唇お化けじゃないですか。唇お化け。唇お化けですよ、それ。普通に。でも唇。もう唇が。うわら、ごめんなさい、出て結構、まあ、口大きいんで、もしかしたら。出たり入ったりしてる。結構、唇が。いるんですか、あります、います。え、何がいる唇お化け。出たり入ったりしてるんですよ。あマッソ。唇お化けだどういうことやそれ。なんか確かにたまに言われます、ちょっと。大丈夫です。これどうしました。あ、大丈夫です。さっき、これどうしましたけど。大丈夫です。これ、あ、そういうことですか。そういうことです。直すやつ、剣。そうなんですよ。あ、作ってくれたんですか。めっちゃ優しいじゃないですか、佐々木さん。あ、佐々木さんじゃない。宇川です。あ、宇川さん、全然ごめんなさい、違いました。つくもですね、つくも。宇川です。なんか、クックの方が、これでも、全然長さが、こういうもんすか。あ、ちょっとでもリーチ伸びたんじゃないですか、それ。あっ白いのが、最初は色つきますからね。これ、後で落ちるんですか。落ちないしないです。どうされました。ちょっと待って、それはすそれはすもうずりーよ、そんなのそんな顔、そんな顔さ、そんな顔マジックで鼻がうぴーやろ、マジックへてーって言う顔がもう半分みたいな顔してた、今顔がもうぬくぬくいよもうとんがりコーンです。あー、やりますよね、とんがりコーン。それです。よくやってました、僕。あ、食べてる、これ。もう食べてる、バクバクしてる。いる、いいね。さあ、ちょっと女の子来ないかな。ジャリーポッターと思いました。いや、ハリーポッター。あ、
怒りそうやった？すごい怒りそうやった。ごめんなさい。あの、なんか地域の名前が、なんか、これかと思った。地域の名前が一緒だったんだけど。すげえ怒る。これかと思った。え、そうなんですよ。え、ちなみに魔法とか使います？使います。使えないですか？怒る。ここ。お酒とか飲まれます？お酒は結構好きですよ。うん。バタービールとか。バタービール？バタービール。うん。そんなのあるんですね。仕事道具とかで何使います？あの、杖、杖。やっぱほら、え、魔法使います？扱え、なんでもないです、なんでもないです。仕事道具、な、仕事道具、あ、でも仕事道具自分の体のみですよね。ですね。あとスパイクと、いやかもしれない、ピン、ピン回しがあれば。何やつ、スパイクバースパイクバーって言いましたよ。スパイクバー、スパイクバーってあるんです。スパイクバー、何がスパイクバー。学校とかって、皆さん大学とか出られてるんですか？いや、大学出ましたよ。どちらを？東海大です。ああ、どちらを？ちょっと難しいっす。それはむず修行しょぼ俺俺いや、むずうわ、あ、いった、マジ痛い、もう終了です。終了です。これじゃない、これじゃない、しんどい、これちょっとこれじゃない、これじゃない。で、最下位は大地さんですマジっすか。え、マジっすか。バッドゥドゥバッドゥドゥバーン。